動画の方ご視聴いただいてありがとうございます。今回は炭窯の制作日記ということで、今回の動画は施工編の第1弾ということなので、制作のコンセプトなんかをですね、簡単に解説を当てながらですね、スライド写真の方を見ていただこうかなと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、まずこちらなんですけど、田んぼの中にですね、簡単に、木の切れ端で枠を取って、で、その枠の中に川の石をですね、拾ってきてどんどん入れていますと。で、近くに流れている川がですね、少しでもこう、深掘りした方がいいなというか、まあ、石が少しでも減る方が、洪水なんかの危険性を少し減らしてくれるという意味もあって、川の石をどんどん持ってきて入れると、そういうことをやっています。で、こちらは、焚き口ですね。釜の火を焚くところになります。道路側溝のマスですよと。で、これも同じです。で、こちらはですね、だいたい何センチぐらいの高さまで石を入れるかを見ている写真になります。そして、長さがですね、5センチのところで、一応、このブロック間をですね、間を取っているというところです。このぐらいの高さにしようということで、目安としてロッドを置いております。で、焚き口の釜の枠のところの、まあ、根元にブロックを置いて、こういうふうに、焚き口がなるっていうイメージを測っています。で、これは、木の枠を据えて、少しずつ整えていってるところですね。で、以上セメントを使いますと。で、こちらはセメントをですね、先ほどの川の石を移動、川の石を置いたところにセメントをポタポタと流していっているところですね。セメントはかなり緩めに作っています。で、こちらは先ほど見ていただいた焚き口のところにブロックを当てた、想像図というところですね。だいたいこういうふうに作るよというところです。で、こちらはですね、焚き口の上側の穴を開けようとしている下書きの部分ですね。白いところの線をカットして、で、そこを焚き口の穴にしようとしています。で、これはですね、焚き口の穴の四隅に穴を開けて、それを目安にカットしていくという、そういう作業をしています。で、これは結構大変でした。後でもちょっと話してますけど、カットはかなり一番重要なとこかなと思いましたので、かなり慎重に、穴を開けていきました。で、こちらはですね、枠をするための板を適度な大きさにカットしています。枠自体はもう端材を使ってますんで、多少歪んでたりするんですけど、まあ、あまり気にせずに、土台の枠なんで、そんなに、きちっとした形を取るっていうのは意識していません。で、ある程度の形まで切って、それを枠として使っているというところです。さて、マースの方が出来上がりました。一応穴が開いているのがお分かりいただけると思います。そして枠をきっちり囲んでいきますと、結構見栄えもそれなりになってきましたよと。で、枠の外をですね、支えるためにブロックをいくつか置いております。で、枠は、ビスで一応固定していますので、そう簡単には取れないようになっています。あと、木の高さがバラバラなので、その高さをなるべく揃えるようにということで、ハンマーで叩いて、なるべく均一になるように調整しています。さあ、こちらがですね、排煙口と覗き穴ですね。炭を焼くときに、覗き穴があると非常に便利だなというのは一応経験上分かっていまして、で、火を焚いているところの焚き口の上側のところに1つ覗き穴を作ります。そして釜の裏側には排煙口を作ると。構造は同じブロックの構造になっていますよというところです。で、こちらはですね、排煙口に蓋をするための蓋をビニール袋というか、まあ、ボロいビニールで覆って、その中にコンクリートを流し込んで、それを、排煙口の蓋にするということで、排煙口の蓋を作っています。
で、その後ですね、瓦の石を敷いて、で、コンクリートをだんだん入れていって、で、上の方は仕上げになりますので、少し粒の小さな石を上の方に持っていって、敷き鳴らしております。で、こちらの方、だいぶ上の方にセメントもうすでに来ましたよというところで、セメントの量を調整しているんですけど、これ結構難航してしまいましたよというところですね。セメントの量が、想定より少なくてですね、想定より高さを少し下げることでなんとかカバーしてしまいました。その代わり、その分ちょっと余計な石を入れていることになりましたので、それを取り除く作業をして、高さを調整しております。で、最終的には、コンクリートを一番てっぺんまで入れて、鳴らしております。そして、そのコンクリートがやわいうちに鉄筋を一通り並べてですね、どんなもんかなということで刺しています。で、一応ブロックを形上置いてみて想像、仕上がりの想像をしているところというところですね。で、最後に型枠の外側をですね、仕上げごてで、R をつける、斜めをつけるという作業をする工程になっています。この斜めがあることによって、コンクリートがですね、角張らなくて、安全であるという、そういう感じですね。あと見栄えもこう斜めに綺麗に入ってますから、なかなかよく仕上がるんじゃないかなというふうに期待をしているところです。はい、ということでスライド写真の方を見ていただいたかなと思いますけども、今日の一日の施工が終わりました。もう本当朝からですね、今日ま で昨日はちょっと夜遅くまで麻雀してたんで、ちょっと朝眠く、ものすごく眠かったですけど、なんとか起きてですね、この施工の方まで、なんとか行き着いたという、そういう一日の終わりです。かなりですね、楽しかったし充実した一日が遅れたなと思っています。今夕方で、すごく天気も今日は良かったですし、昨日は最悪でしたけど今日は天気も良くてですね、本当にいい一日を過ごせたなと思います。さあ、ということで、先ほど見ていただいた分ですね、今日の復習というか、最後に、一言感想も述べて、今回の動画は締めにしたいと思います。まだ途中なんでですね、最後までしっかり作っていきたいかなと思っておりますけど、今見ていただいている分がですね、下にコンクリートを打って、で、型枠をして、でその中でコンクリートをしっかり入れしているというところですね。まだ固まってはいないんですけど、ほぼ、地面自体が、コンクリート自体がだいぶ硬くはなってきてるんで、ブロックも置いて、だいたいこういう感じの窯にしようかなっていうのがお分かりいただけるかなと思います。でですね、今日のポイントで一つあったのはこちらですね。これがですね、道路側溝用のマスなんですけど、コンクリートマスですね。これ何年か前、3年前ぐらいにですね、ちょっと炭を焼くため用の窯としてこれを購入してですね、こちらの中で炭を焼くっていうのを実は、ちょっとやってたことがありまして、でそれはですね、量が相当少ないんで、もうほとんど使わずに終わってました。だから、その3年前かに開けたですね、穴があって、こちらの穴が、今回の焚き口からこう、窯の中に行く通気口の穴ということです。で今回ですね、前回開けたなと思ってやってた穴です。これ写真何枚か見せて、いるところではあるんですが、これ開けるの結構大変でした。前開けたからすぐ開くかなと思ったけど結構苦戦しまして、何回もですね、切り直しをして、で慎重にハンマーで叩いて落として、これだけ穴を開けましたということですね。ここからこう火が上に上がってこう焚いていって、で窯の中に、高温の空気が充満するという風な仕組みになっています。そして、もう一つポイントとしてはですね、これですね、今こちらに川の石が、積んであるんですけど、どのくらい入れていいかなっていうのをちょっと、
分量が足らなかったというか、セメントですね、セメントの分量がちょっと少なかったので、石を入れすぎていたので、最後取り出すのがちょっと手間になってしまいましたよと。で、最終的にはコンクリートを全部表面まで全部打ち終わって、で、最後もう一つのポイントなんですけど、ここ溝みたいなのがここできてるのお分かりかなと思いますが、ちょっと分かりにくいですけど、この溝をですね、コテによって作るっていう、ちょっとホームセンターに行った時に、あ、そんなのがあるんだなと思って買ってみたんですけど、まあ、どういうふうに仕上がるか、明日ですね、明日楽しみにしているところですね。あとは、まあ、とにかくブロックを組んでみて、どのぐらいの、精度で組めるかなというところですけど、まあ、基本的には先ほど見てもらったこちらのマスの穴あけが 今日は結構一番重要だったかなと思っています。まあ、ここから火を焚いて、で、釜の中に火を充満させて、で、最後はですね、密封して閉めるという、そういう構造になってます。で、ブロックを周りに置いてますけど、これはただ重りにしてるだけで、最終的にはこのブロックは全部外しますし、型枠を取ったら綺麗なコンクリートが、四角くできてるはずなんですけど、まあ、実際やってみたらどうかなというところですね。はい、ということで、説明の方は以上にしたいと思います。今日実はですね、私の親父殿がですね、本当は手伝ってくれてたんですけど、風邪をひいたとかいうことで、かなり早めに初期の段階でいなくなったので、ほとんど自分が一人で今日はやりました。この炭窯自体はですね、最終的には、父親に、炭を焚いてもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、せっかくでしたら一緒に作ったなと思いながら焚いてほしかったんですが、まあ、父親としてはですね、これをしながら、まあ、あの時風邪をひいたなと思いながらですね、まあ、焚いてくれればいいなと思うし、まあ、いずれか父親が他界した時には自分がですね、あの時はすぐ風邪で 風邪ですぐ作業をやめたなっていうのをこう思い出しながら、まあ、自分も釜に火を入れていきたいかなとか、そういうふうに思って作っていました。まあ、炭自体の需要とか、最終的にはどういうですね、方向性で炭を作っていくかとかは、また今からしっかり考えていきたいかなと思ってるんですけど、まあ、竹炭、竹炭ですね、それ自体はですね、かなりいろんな可能性があるかなと思っていますし、まあ、特に、まあ、そうですね、昔の人の知恵というか、まあ、そういうところで、一つアプローチできる、まあ、商品になるんじゃないかなと思いますので、まあ、環境的にもですね、非常に優しいですし、有益かなというところもありますので、まあ、そういったところもまとめながらですね、まあ、炭窯の、まあ、竹炭作りですね、まあ、そういったものに、まあ、何らかこうプラスのアプローチができればなというふうに考えております。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。では最後まで作っていきたいと思っておりますので、どうぞ最後までよろしく見ていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。